はい、名作映画の解説です。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は鳥という映画について話をしたいと思います。これは1963年のアメリカ映画です。監督はアルフレッド・ヒッチコックです。では早速あらすじの方から話をしたいと思います。主人公はメラニーという若い女性です。サンフランシスコを歩いている場面から始まりますけども、すでに空にはカモメがたくさん飛んでいます。で、ペットショップに入って休館長の予約をしていたんですけども、まだ届いていないと言われます。そこへ弁護士のミッチが客としてやってきます。で、2人でいろいろと話をするんですけども、メラニーはミッチのことがちょっと気になりまして、彼の車のナンバーを調べていたんですね。で、後からその彼が欲しがっていたつがいの鳥をミッチのところへ届けようと、そんなふうに思っていました。で、後日カゴを持って、ミッチの滞在しているところに行くんですけども、留守をしていて、で、近くにいた男の人が彼は100キロ北のモデガ湾にいるというふうに教えてもらったんですね。そうして海岸沿いの道を車で走っていって、途中で店に入って聞きますと、彼の家は湾の反対側のところにあるということで、ボートで行った方が早いですよというふうに言われました。で、詳しくは途中に小学校の先生の家があるから、そこで聞いたらいいというふうに言われたんですね。で、それで走っていて小学校の前を通って小さな家に入ります。で、そこで小学校の先生のアニーという人が出てきて、ミッチのことを聞くと、彼は母親と妹のキャシーと一緒に住んでいるということが分かったんですね。で、それでその鳥かごをですね、キャシー宛てに届けるというようなことで、ちょっと手紙を添えてですね、で、そうしていくんですけども、今度はボートに乗ってずっと進んでいきます。そうして彼の家の中にこっそりと入って、鳥かごを置いて、で、キャシー宛ての手紙を添えてすっと抜け出してくるんですね。で、ボートで、帰っていこうとすると、そのたまたまそのミッチが戻ってきて、双眼鏡で見つけられるんですね。で、車で追いかけられるんです。で、メラニーはボートでずっと元の岸に戻っていくんですけども、その時に一羽のカモメが襲ってきて、頭に怪我をしてしまいます。ここからちょっと少しずつ鳥に襲われるという風になっていきます。で、手当てをするために近くのカフェに入りますけども、そこで、母親がやってくるんですね。ちょっと気難しそうな人で、それでも、今夜ちょっと食事に誘いますということで食事に誘われるわけなんですね。で、メラニーは兄の家に泊めてもらうことになって、一応行ってですね、それから夕方になってミッチの家に夕食に行きました。で、妹のキャッシーとはすぐに仲良くなったんですけども、母親の方があまり快く思っていない、そんな態度を取るんですね。で、メラニーは食事が終わって、兄の家に戻ります。で、そこで兄はミッチと昔付き合っていたということが分かるんですね。で、その時に母親に敵意を持たれたのでうまくいかなかったと、そんな話をします。ここまではミッチとメラニーのちょっと恋愛物語みたいになってるんですけども、この辺りからだんだんと鳥の不気味な動きが入ってきます。で、翌日キャシーの誕生日パーティーが庭で行われていましたけども、そこにカモメが何羽も来て子供たちに襲いかかります。で、また夜になると大量のスズメが家の中に入ってきて、暖炉の煙突から部屋に飛び込んできたんですね。で、そこでみんな襲われて逃げ回ります。さらに翌日、母親が近くの農場に行って知り合いの人を訪ねていくと、
その人は部屋の中で鳥に目をえぐられて死んでいました。で、キャッシーが心配なのでメラニーは小学校へ行きます。するとちょうど兄が授業をしているんですね。で、授業中なのでちょっと外で待っているということで、外のベンチに座っていますと、一羽のカラスがジャングルのジムの上に飛んできて、さらにその数が少しずつ増えていくんですね。で、ふと気がつくと大量のカラスが集まってきていました。で、メラニーは急いで教室に行ってみんなを避難するようにと言うんですね。で、みんなでじゃあ静かに出ていこうということで、外に出たんですけども、その時に一斉にカラスの大群が襲ってきました。で、子供たちはみんな悲鳴を上げながら逃げ回るんですね。で、メラニーも逃げていってですね、ちょうどキャッシーと友達を見つけて、二人で近くにあった車の中に入ってようやく難を逃れるということになりました。で、この場面は非常に有名な場面ですね。で、メラニーは港近くのレストランに入って、父親にそのことを電話で話しますけども、あまり信じてくれないようですね。で、そこで、周りにいた客と鳥談義が始まります。鳥が人間を襲うか襲わないかというような、そんな話をするわけなんですね。で、そこへミッチが保安官と来ます。で、それでもまだみんな信じていない状態なんですけども、そこへカモメの群れが襲ってくるんですね。で、町中大混乱になってパニックになっていきます。で、キャッシーが心配なので探しに行くと、アニーの自宅の中にいるのが分かっているんですけども、アニーの家の前ではアニー自身が鳥に襲われて死んでいました。で、キャッシーを連れて家に帰って、もう家の中に立てこもるようにして、板を窓枠のところ全部打ちつけて待っているんですけども、次から次へと鳥が襲撃してきます。で、家の中にも入ってきて、メラニーが襲われて血まみれになって、ようやく助けられるんですけども、メラニーはショックでちょっとぼーっとするようになりました。で、家の周囲には大群のカモメとカラスが取り囲んでいて、もう庭から屋根からいっぱい止まっているんですね。で、ここからもう抜け出そうとして、ミッチは車庫からそっと車を出してきて、で、みんなでゆっくりと歩いてそれに乗って、そうして大群の鳥の中を進んでいって、そうして、その家の場所から走り去っていくというところですね。で、ここで映画は終わりになっています。で、この映画のポイントですけども、この映画は単に鳥が襲ってくるというだけではなくて、二人の男女の恋愛模様も描かれています。まあ、その部分は前半の方に、話が展開していくような形になっています。しかし途中から一挙に鳥が襲いかかってくる場面の展開で、ホラー映画の様相になっていきます。で、学校で先ほど言いましたように、待っていると一羽のカラスが飛んできて、そこに大量のカラスがいたという、そういうカメラワークは非常に素晴らしいですね。学校で鳥が襲ってくる場面は非常に怖いんですけども、一番怖いのはラストの大量の鳥に囲まれている、そういう場面ですね。その大群は襲ってこないんですね。襲ってこないんですけども、周りにもう無数に鳥がいる、その状況は非常に不気味で、恐怖感を与えますね。ではまた別の作品でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。